はい、皆さんこんにちは、あぎょうです。今回は神戸新聞杯の追い切り診断となります。それでは早速メリオーレムの方から見ていきましょう。メリオーレムです。1周前にシーウッドさんハロン36秒3、ここに出走予定のオールセインツを相手に楽々先着する動きができています。日曜日には姉妹10秒台を出すなど、この中間は鋭い素足を連発していました。最終追い切りこそポリトラックで調整程度の内容ですが、仕上がり面に関しての不安はありません。前走で勝った勢いそのままといった感じで、しっかり好調キープでしょう。調教評価は A です。名将タバルです。1周前にコバオプンバを相手にアーセーまで先着、楽な手応えで姉妹11秒台中盤を出すなど、この馬としてはすがらい動きができていました。皐月賞やダービーの時は調教の段階で暴走気味になるなど、気象的に難しいところを見せていましたが、今回はそんなこともありません。しっかり休んだおかげか、精神的にはかなり良くなっています。これなら毎日早のような走りができても不思議ないはずで、この馬なりのいい状態にはなっているでしょう。調教評価は A です。ジューンテイクです。重賞を勝った2走前は中6周で追い切り8本、その全てが合わせ馬になるなど、かなり入念な調整をしていました。それが今回は中16周で追い切り5本、合わせ馬も3本しかやっていません。最終追い切りも遅めの全体時計で姉妹だけ伸ばす形になるなど、戦勝戦仕上げという感じがします。今回は次へ向けての余力残しという状態でどれくらい頑張れるかです。調教評価は B です。ここからは簡単な単評と調子の良し悪しを簡潔にお伝えします。インテグレイトです。一周前に強めに追いましたが、アーセーマで遅れていました。勝った戦争はアーセーマに遅れるようなことはなかっただけに、これは少し気がかりです。時計的にも戦争は姉妹11秒台前半を連発していましたが、今回は姉妹11秒台後半までになっています。ここは戦争というよりはダメだった2走前に近い状態かなと見ています。調教評価は B です。ウエストナウです。この中間は約1ヶ月前から入念な乗り込み、その甲斐もあってか1周前にラムチェットを相手に青瀬まで先着するなど、いい動きを見せています。久々ながらいい状態になったなという印象で、いきなりから前走ぐらい走れるでしょう。調教評価は A です。オールセインツです。1周前にいっぱいに追いましたが、青瀬まで遅れていました。勝った戦争は青星まで遅れるようなことはなかっただけに、これは少し気がかりです。最終追い切りもポリトラックで地味な動きですし、今回はあまりいい状態にはなさそうです。調教評価は B です。ゴージョニーゴーです。戦争は中4周で追い切り8本、最終追い切りまで青星まをするなど、かなり入念な調整をしていました。それが今回は同じ中4周で追い切り5本、最終追い切りの青星もしていません。戦争以上ということはなさそうです。ここは良くて戦争同様までという感じになるでしょう。調教評価は B です。サブマリーナです。最終追い切りでシーウッド6ハロン79秒フラット、自己ベストを更新しました。この時は3ハロン36秒フラット、アオセーマンにも先着するなど、全体良し姉妹良しの内容です。久々ながらいい状態に仕上がったなという印象で、自己ベスト更新が示すように、今回はこれまでの中で一番走れそうな状態です。休んでいる間の成長にも期待できるでしょう。調教評価は S となります。長男ナプンタです。最終1周前ともにハーノで姉妹11秒台、鋭い素足を見せていました。この中間は約1ヶ月前から乗り込んだ回もあり、いい状態になっています。いきなりから能力全開という仕上がりで、青葉賞ぐらいは走れる状態かなと見ています。調教評価は A です。トラストボスです。1周前にいっぱいに追いましたが、青星まで遅れていました。もともとあまり調教では動かないタイプですが、今回も相変わらず地味な動きになっています。やや感覚が相手の出走になるにもかかわらず、最終追い切りが流す程度だったというのも気がかりで、ここは良くて戦争同様までという感じです。調教評価は B です。バッテレイトです。1周前にアーセーマーを置き去りにする動きができていました。
いつもシーユットレー、島根11秒台前半の末脚を見せるなど、調教ではよく動くタイプですが、今回も相変わらずといった感じです。最終追い切りこそ、調整程度の内容ですが、1周前の段階できっちり仕上がっているはずで、今回もしっかり好調キープです。調教評価は A です。ビザンチンドリームです。1周前の合わせまで楽々先着。皐月賞やダービーの時は、いっぱいによって合わせまで遅れるなど、調教の段階から微妙な感じでしたが、今回はそんなこともありません。リフレッシュした効果か、調教の動きは良くなっており、これなら合わせ馬を置き去りにした如月賞ぐらいに走れていいかなと見ています。だいぶ復調してきているでしょう。調教評価は A です。ミスター GT です。一周前のシーユットレ強めに追いましたが、島根12秒9。最終追い切りも合わせ馬についていくので精一杯という感じになるなど、この中間は地味な動きになっていました。若葉ステークスを勝った時は、シーウッドで島根11秒1など、鋭い姿やし、最終追い切りも、楽々合わせ馬に先着する動きができていただけに、これはどうでしょうか。今回は、休み明けとなる影響がありそうで、あくまで叩き台仕上げという感じになるでしょう。調教評価は B です。ヤマリンステラータです。一周前にいっぱいに追いましたが、合わせ馬で遅れていました。この時は、合わせ馬たちについていけないといった様子です。もともと調教では動かないタイプですが、それにしても今回の動きは微妙な感じになっていました。ここは、よくて前走同様までといった印象で、前走より少し下も考えておいた方がいいかもしれません。調教評価は B です。ビレムです。一周前にシーユットの自己ベストを更新。この時は、サンハロン36秒台、合わせ馬を置き去りにするなど、素晴らしい素足を見せていました。最終追い切りのハーロでも、楽々姉妹11秒台を出すなど、この中間は動きの良さが目立っています。一周前の自己ベスト更新が示すように、今回はこれまでの中で一番走れそうな状態です。休んでいる間の成長にも期待できるでしょう。調教評価は S となります。というわけで今回はサブマリーナ、ビレムの2頭を調教からの推奨馬にしたいと思います。最後まで見てくれた方へ限定でお知らせです。木更津特別の追い切り診断をブログにて公開中です。こちらのコーナーでは数多くの S 評価が構想しています。リンクはコメント欄、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで、今回はこの辺で終わらせてもらいます。最終的予想は週末に公開予定です。チャンネル登録をしてしばしお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。